どうも、緊張しすぎるマジシャンの伊藤海人です。さて、今回はタイトルにもある通りなんですが、17ライブを始めてから1年以上が経ちました。って言われてもね、あまりピンとこない方が大半だと思うんですが、今回はその動画を撮っていこうと思います。たびたび僕ね、ツイッターとか、あとインスタの方でも載っけてるんですけれども、配信中の様子をドーンとアップしてるんですが、まあ、正確には、配信中にリスナーさんとか、あとライバーさんからいただいたギフトをスクショを撮って、それを一枚の画像にして、まあ、ツイッターとか、あとインスタ、そしてストーリーズにも載っけたりしてるんですよね。もしかしたらこの動画をご覧になっている人で、ツイッターのツイートだとか、あるいはね、インスタのストーリーズの投稿を見たことがあるかと思いますが、皆さん見てくれてありがとうございます。で、今現状どういったイベントに出てるのかというと、まあ、昨日の時点で、ランダムイベントに出てます。僕だいぶ前に、進撃に出ていたんですが、新人ライバーの進撃というものに出ておりまして、で、それの、プライズ見事、ゲットしまして、で、この間申請をして、3ヶ月以内にはぬいぐるみが届くと思うんですけれども、やっとね、達成できました。基本的に新人ライバーの期間としては、レベル30までが限度なんですけれども、一つもね、これまで獲得してこなかったんですよ、プライズね。だから、なんとか、結果を出したいなということで、9月に行われた進撃ね、本気で頑張って、なんとかね、獲得することができました。まあ、ただ、順位はね、結構低かったんですけれども、それでもね、ゲットすることができて、マジで嬉しかったです。だから、本当に協力してくれた皆さん、本当にありがとうございます。その後ね、疾風にも出たんですけれども、一応これもね、新人ライバーの人が対象で出られる、イベントなんですけれども、ちょっとね、差がありすぎるんですよね。進撃は、プライズの目標としまして、ポイント数が12万ポイントでいいんですよ。だから、推しベイビー、ダイを投げるとすぐにね、達成できちゃうんですよ。もちろん他のショーとか、チューでもいいんですけれども、特にね、ダイを投げていただくと、めちゃめちゃすぐね、達成しやすくなるんですよ。それに対して、疾風は、ポイントが45万ポイントと、めちゃめちゃ差がありますよね。だからめっちゃ難しいんですよ。まあ、もしかすると、人気があるライバーさんとかすぐにね、達成できちゃうのかもしれませんが、まあ、僕何回も、参戦してるんですが、一回もまだプライズ獲得してません。ですので、また次回の疾風で頑張ってみようかなと思っていますので、ぜひね、応援に来ていただけると嬉しいです。一応ね、概要欄に17のリンク貼っておきますので、見たいなって思った方はぜひ飛んで見てみてください。まずその前に、ダウンロードしてからの方がいいと思います。アプリをね、ダウンロードしてからリンク飛んでみた方がいいのかなっていうふうには思いますね。で、もしね、飛べなかったら個別で、DM しますので、ポンって貼りますね。そこから、飛んでください。もう先月からですね、ほぼ毎日配信しておりますので、もうこれから僕ね、もう決めました。予定がない限りはほぼ毎日配信しようかなと思っております。で、今まで僕はね、土日休みとか、あと祝日のみの配信だったんですけれども、まあ基本的にその時間帯というのは、だいたい5時間とか4時間だったんですけれども、平日配信を取り入れることによって、累計配信時間もぐんと伸びますし、もしかしたらね、新規のリスナーさんとか来るかなと思いまして、まあ、頑張ってね、平日配信も取り入れてみようかなっていうふうに思いました。基本的に平日配信の場合は、時間帯というか、朝から夕方までは仕事をしているので、まあ、基本的には夜配信にはなるんですが、だいたい2時間をベースに頑張りたいなと思っております。まあ、激戦区と言われてますけれども、僕もね、他のライバーさんと負けないように頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、応援よろしくお願いいたします。で、ここからは17の仕組みとか、あとアプリ内で起こりがちなトラブルについて、話していけたらいいかなと思っていますので、まあ、これからね、配信してみようかなと思っている方は、ぜひね、参考程度に、見てください。で、まず、ライバーさんとリスナーさんについて、これについてね、まあ、ざっくりと紹介できればいいかなと思っております。で、まず、ライバーというのは、我々、配信者側のことを言います。ライブ配信をする人たちですね。例えば、この僕、今、スマホで、この動画を撮っているんですが、この画面に向かって、リスナーさんとか来てくれている、ライバーさんと一緒にね、お話ししたりするわけなんですけれども、まあ、基本的には下にある吹き出しボタンがあるんですけれども、そこにコメントを打って、それでライバーさんとお話ができたりするわけなんですが、どうしてもね、文
事なんで、コメント制限はあるのかな？わかりませんけれども、使えるものとかが限られてくるわけなんですよ。もちろんね、コメントをする際に書いてはいけないこともたくさんあるので、俗に言うコメ版ってやつですね。これ書いたらいけないよっていうのがあるんですけれども、あまり僕詳しいことはわかりませんけれども、結構ね、たくさんあるそうなんですよ。リスナーさんとしてライバーのね、配信を見てる際は、そういったコメ版にならないような、コメントしないようにだけよろしくお願いいたします。リスナーさんについてなんですが、これはさっき言った配信を見る側の人たちですね。で、他にもね、いろんな配信の仕組みがあるんですが、その中の一つがエールという機能がありまして、これはリスナーさんでしか、できない機能となってて、ちょうどね、画面で言うと、下ですね、下の、まあ、吹き出しの、コメントのね、マークとかいろいろあるんですが、その中の、右から2番目、クマのアイコンがあると思うんですが、これをタップすることによって、リスナーさんは、ライバーさんに対して1エール送ることができます。で、30分間視聴すると震えると言って、7回目で震えるとなります。これ、することによってメリットがあるんですが、スコアが上がります。ライバーさんのスコアが上がって、注目欄に乗りやすくなります。だから、そうすることで、視聴者さんがね、どんどん増えてくるので、とてもね、エールがすごく重要になってきます。まあ、特にこういう月始めとかは、本当にすごくね、重要になってきますので、ライバーさんとかはね、特にアピールしていると思いますね。エールを送るときの注意点なんですが、まあ、ここにも書いてある通り、エールは5分おきにしか送ることができません。途中、部屋から出てしまうと、5分のカウントがリセットされてしまうんですよ。要は、一回出てまた戻ってくると最初からになってしまうので、そこら辺は気をつけてください。エールはギフトとは関係ありません。まあ、このようにね、エールは連続で送ることができず、次に送れるようになるまで、クールタイムが発生しますと。だから、溜まる時間が発生するわけですね。だから、途中ね、他のライバーさん見ようかなと思って出て行ってしまうと、また5分のカウントがリセットされてしまうので、そこら辺は気をつけてください。だから繰り返しエールを送りたい場合は必ず同じ放送で5分間待機しないといけません。でまた溜まったらね、ポチッと押せばいいんですけれども、そういった仕組みになっています。エールを簡単に増やすコツとしましては、例えばね、面白い企画に挑戦したりだとか、あとプロフィール画像を魅力的にしたりだとか、そういったやつがありますね。ただ僕面白い企画あんまりやったことないんですけれども、まあ僕はね、普段毎日配信をしてない人間なんですが、さすがに今のレベルを見たら、このままね、行ったら、もう一個もプライズ獲得しないで、新人期間を終えちゃうことになるんで、やばいなと思って、まあ先月のね、9月の進撃、頑張って毎日配信しました。ただできなかった日もあったんですが、基本的にはほぼ毎日することができました。まあそうですね、休みはだいたい4日間ぐらいかな、あったんですが、まあそれでもね、なんとか、達成することができました。だから、まずはね、新人ライバーの進撃、プライズ12万ポイントと、比較的狙いやすい、イベントではありますので、まずはそれに出てみることをお勧めします。基本的にはね、毎日同じ人が配信していると認識されれば、応援とか視聴率の増加にもつながりますと書いてありますね。割と夜はね、激戦区なんですよね。だから、他のライバーさんと被っちゃうこともあるんですが、まあ、そこら辺は考えながらやってますね。まあ、配信は、まあ、日本だけじゃなくて、世界、海外の方もね、やられてますね。台湾の方とか、中国の方とか、いろんな方がやられてます。あとね、いろんなライバーさんがいらっしゃるんで、僕みたいなマジシャンのライバーさんとか、あとさっき話した音楽ライバーさん、ピアノ弾いてる方、クラリネット弾いてる方、あとギターを弾いてる方とか、あとシンガーソングライターの方とか、もちろん他にも占い師さんとかね、いろんな方がいらっしゃるんですけれども、この17のメリットとしましては、推しが見つかるっていう点ですかね。17を開くと常にね、24時間いろんな方が配信しているので、あなたの推しが見つかるアプリではありますね。で、他にもね、いろいろあって、得意分野で勝負するっていうのがあって、まあ、ここにも書いてある通りなんですが、他のライバーとの差別化を図るには、自分の得意な分野で勝負することも重要ですと書いてありますね。まあ、いろんな例があるんですが、例えば、歌が上手い、楽器が弾けるなどの方は音楽での配信をメインにした方がいいと思いますね。さっき話した自分はピアノができる、弾ける、あとクラリネットが弾けるとか、そういった方は音楽配信をメインにした方がいいと思います。あとは話が上手いとか、特徴的な話し方がある方は、トーク、雑談中心の配信をメインにした方がいいと思います。絵が得意な人やパフォーマー、さっき話したマジシャンとかね、そういった方とかはマジックしたりだとか、お絵かけ配信とか、そういった配信をメインにした方がいいと思いますね。
もちろん、すべての特徴を取り入れている人もいますけれども、方法は様々ですので、自分に合った配信をした方がいいと思いますね。ファンサービスを心がけてくださいと書いてありますね。ギフトを送ってくれる固定ファンの名前を覚えたりだとか、コメントとかギフトを送った場合とか名前を呼んだりとかね。例えば、何々さん、エールありがとうとか、そういったちゃんとね、気遣いじゃないですけど、ファンサービスは重要になってくると思いますね。まあ、17自体もね、たくさんのライバーさん、男性も女性も関係なく、老若男女、たくさんの方がやられてます。下、確か10代、まあ、18、17、わかりませんが、だいたいそれぐらいで、上が70代、80代かな。で、僕がよく行くライバーさんの年齢がだいたい70代ぐらいなんですけれどもね、めちゃめちゃ元気に配信されてます。まあ、そういった意味ではね、本当に推しの配信が見つかるっていう意味では、おすすめなアプリかなっていうふうに思いますね。さっき思い出したんですが、仕組み、もう一つあって、これだいぶ前にあったんですが、ラッキー袋っていう制度があったんですよね。これ何かっていうと、要はコインを山分けできるっていう制度なんですよ。このね、ちょうど画面右上にね、ラッキー、あと何分後に山分けできますよっていうのがあって、だいたいみんなね、15秒前後くらいしたらね、画面を真ん中でタップするんですよ。連続で。押すと、まあ、ラッキーがもらえれば、何コインゲットっていうのが出るんですが、まあ、もらえなかったらゼロっていう感じなんですけれども、そのもらえた分だけ自分のマイベビーコインに加算されていくっていう感じなんですよ。例えば今自分の、マイベビーコインが1万あったとしましょう。でそれでラッキーで、じゃあ100コインもらったとしましょう。ゲットね。そうすると100コインが、自分のマイベビーコインに加算されていくって感じですね。それでマイベビーコインをどんどん稼ぐじゃないですけど、増やしていって、まあ、有料ギフトを投げるために使ったりだとか、そういう方もいらっしゃいますね。もちろん課金する方法もあるんですが、僕は一回もやったことないんですけどね。ラッキー袋で取ったものがそうなんですけれども、だいたい2万ちょっとまで貯めましたね。ラッキー袋等で。今現状はラッキー袋はありませんが、ただ最近仕様が変わって、ティアっていうのがあって、それの4に上がるとですね、しばらくするとね、ラッキー袋が1回だけ流れます。そうすると新規のね、方とか、リスナーさんがたくさん来ますので、そういう時に自分の自己紹介とかね、こういうことしてますよっていうことをするとね、フォローが来たりだとか、そういったことがありますので、必ずね、ラッキー袋が飛んだ時は、トークしたりだとか、あるいは自己紹介したりとか、そういったことを心がけるようにしてください。あ、ちなみに、ポークっていうのは挨拶ですね。来た人にポークって押すと、おはようみたいな感じじゃないですけど、やっぱり17をやってて、いい面もあれば、悪い面もあるんですよね。いい面がさっきも話した通り、推しが見つかるっていう点ですね。ただその反面、悪い面が何かっていうと、トラブルが起こりやすいっていう点ですね。今からそれをね、詳しく話していこうと思うんですけれども、まずね、配信上ですので、不特定多数の方が見に来てくれるわけなんですよ。まあ、大体の方がね、いいコメントをたくさんしてくれるんですけれども、ただその、ほんのわずかな人がですね、例えば攻撃的なコメントをしたりだとか、なんか脅しとも取れるような、メッセージを送ったりだとか、そういったことがあるんですよ。たまにちょくちょくね、そういった報告があるんですけれども、まあそういった場合はね、ブロックすればいいと思うんですけれども、そういったのがありますね。あとね、ライバーさん、配信者さんと、リスナーさん、見る側の人のトラブルですね。例えば、まあ、配信中にね、こうやって僕が喋ってるじゃないですか。そうすると、リスナーさんが、いろいろコメントしてくれるんですが、そのちょっとのコメントで、ライバーさんが傷ついて、あ、この人嫌だなと思って、ブロックしたりだとか、そういったのがよくあるんですよね。あとは、ライバーさんとライバーさん同士のトラブルとかね。あとは、リスナーさん同士のトラブルだとか、本当にいろんなことがあるんですよね、配信してて。だから結構ね、ちょくちょく、まあ、タイムラインがあるんですけれども、そういったことをよく聞くので、だから、ライバーさんとかリスナーさん、まあ、僕もそうですけれども、本当に言葉の一つ一つにはね、気をつけたいなっていうふうに思いますね。だから、コメントする際は、もちろんね、コメ版にならないようにも気をつけたいんですけれども、ちゃんとね、モラルのある、節度のあるコメントをした方がいいのかなっていうふうに思いますね。あとこれね、女性に多いのかもしれませんけど、ストーカーに会いやすいっていうのがあるのかもしれませんね。あくまでもこの配信上での会話ですので、一対多、たくさんの人が見に来てくれるわけじゃないですか。大体の方がね、いいコメントをしたりだとか、面白いコメントを、してくれてると思うんですけれども、その中の一人が、ものすごくね、配信者さんに対して、ものすごく好きで、好意があって、あ、SNS やってるなと思って見に行くじゃないですか。
で、それで、まあ、いろんなメッセージを送ったりだとかっていうのがあると思うんですけれども、結構ね、タブーな話、例えば、どこ住んでるのとか、あるいは年齢いくつなのとか、職場どこなのって、結構ね、突き止める人がいるらしいんですよね。職場に突き止めるっていうのが最も例外なんですけれども、ましてや、場所どこなのって詳しく聞くのもダメなんですけれども、結構ね、そういったことがあるらしいんですよね。で、たまにそういった話をね、タイムラインとかで、聞くんですけれども、マジでね、本当にね、ライバーさんとかにはね、職場とか、どこ住んでるのって詳しく聞かない方がいいと思います。まあ、個人情報は聞かないようにはした方がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、簡単に言うと、ライバーさん、リスナーさんを傷つけないためにも、一人一人がマナーを守って、楽しい17配信にしましょうねっていうことですね。まあ、さっきも話した通り、個人情報をね、相手に聞くのも良くないですし、探って探って突き止めるのも良くないですし、まあ、そういったね、マナーの悪い方もいらっしゃいますけれども、楽しい配信にするためにも、一人一人がマナーを守って、最低限のルールを守って、楽しい配信にできたらいいかなと僕は思いますね。なんか最近ね、17の仕様が変わって、名前とロゴが変わったらしいんだよね。それがこちら。どうですか？めちゃめちゃ変わってますよね。僕、ロゴ前の方が良かったんですけれども、皆さん的にはどうかな？まずさ、前の方はなんか17ベイビーみたいな感じのロゴだったじゃないですか。それが一気にシンプルになって、しかも数字で17って書いてあるんですが、実はこれね、17ってもう呼ばないらしいんだよね。なんて読むのかっていうと、17って読むらしいんだよね。なんか響きもね、いまいちかなと思ったんですけれども、どうですかね、皆さん。変わった時ね、なんかあんまり不評だったみたいで、まずロゴ自体がさ、なんかユニクロみたいっていう感じで言われてたんだよね、みんな。個人的にはね、やっぱり前の方が良かったかなって思うんですけれども、もしかしたらね、また今後、ロゴとか名前とか、まあ、名前は変わらないかもしれませんが、ロゴがね、変わる可能性もなくはないですけれども、まあ、ちょっとね、そういったことがありましたね。まあ、まだまだね、ロスが続くかもしれませんが、17ライブとして、また、17ライバーとして僕自身ね、頑張っていきたいと思いますので、これからもね、皆さん応援よろしくお願いいたします。で、これからなんですが、まあ、当然ながら僕まだ新人ライバーですので、もう進撃はちょっとね、出ないようにしようかなって思ってます。だから、ランダムイベントか、もしくは、疾風に出ようかなと思ってます。だから、新人期間である30を過ぎるまでは、疾風か、ランダムギフトに出ようかなと思ってて、その間ね、毎日配信しようかなと思ってます。だから、平日配信も、できるだけドドンとやっていこうかなと思ってますんで、ぜひね、この機会に僕の配信見たいわって思った方は、リンク貼っておくので、よかったらね、チェックしてください。まずはね、アプリをダウンロードしてから、リンクに飛んでください。で、もし飛べなかったら、個別で、さっきも話しましたけど、DM しますので、そこから飛んでください。これからね、ちょっといろんな企画とかもやっていきたいんですけれども、もしね、こういったことをするといいよっていうのがあれば、ぜひね、ライバーさん、リスナーさんありましたら、コメント欄に書いてください。よろしくお願いいたします。で、実はね、まあさっきも話したかな、進撃出た時に9月の進撃、で、プライズが、もうゲットしたよって話をしたと思うんですけれども、まだ発送がされてないので、17ベイビーっていうぬいぐるみが、家に届くんですけれども、また届いたら、配信では開封せずに、この YouTube 上でね、開封の儀をやろうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。ちなみにね、疾風のぬいぐるみがかなりでかいらしいんだよね。まあ、どれぐらいでかいのかわかりませんが、ただ、進撃のぬいぐるみはめちゃめちゃってことはないんですけど、ある程度の大きさはあると思いますね。まあ、ですので、また届いたら、開封の儀をやろうかなと思っていますので、まあ、楽しみに待っていてください。はい。ということで今回は17ライブを始めてから1年以上が経ちましたよっていう動画を出しましたがどうでしたかね。これからもね、17ライバーとして僕自身配信日数を重ねていって目指すはトップライバーしていきたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いいたします。もちろん僕以外にも有名なライバーさん、マジシャンライバーさんだったりとかいますので、あとは有名な方、デスヨさんとかデッカちゃんとかね、あとは、まあ、最近は休んでますけれども、ガクトさんとかもやってますので、好きなライバーさんいらっしゃったら、その方のね、配信も見に行ってみてください。ちなみにね、デスヨさんね、一回だけかな、来たことがあるんですよ。まあ、デッカちゃんはね、ないと思うんですけれども、一回だけ、配信に来たことがありますね。で、たまに来るのが、ミュージさんですね。一時期、ニュースになった。方なんですけれどもね、たまに配信に来てくれますね。まあそういった方々もねやられてますので、もしよかったら一度チェックしてみてください。
はい、ということで今回の動画は少しでも良かったら僕私、ワンセブンライブ見たいと思ったら評価チャンネル登録もお願いします。そして私伊藤海人の、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやってますので説明欄からフォローお待ちします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。